はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の獅子シリーズ第65弾やっていきましょうで問題6問となっておりますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします それじゃあ画面下げますのでお待ちください。よっ。ほっお。なかなか。よしやってまいりましょう。で今回はねあのー、よく最初計算問題がグアってあったんですけど、そこちょっとカットしましてあのー、まあ試習の中では若干癖のある問題を少しね集めてみました。でまず一番がまあこういったね図が書いてありまして、L と M この横線二本ねこいつが 平行だって言うためには、このね、まあ、5個角度があるわけですけど、ドイツとドイツが等しければ、あ、L と M って平行ですよねって言えるかどうかっていう問題。まあ結構変わったね、アプローチの問題なんですが、でもね、中2の時に、この、まあ影の錯覚書いてあるんだけど、同位格とか錯覚習った時の最初のページぐらいに載ってる情報なんですよ。で一応復習していくと、2本、これが平行になってますと。 一本引きますと。で、ここにさ、角度が生まれるじゃないですか。自分よく右上、左上、右下、左下って4つ言うんですけど、この右上ね、ここの。と、こっちの右上。この関係が同位角って言います。同じ位置の角度だから。同位角。で、こいつが L と M だとしたときに、平行だったら同位角は絶対一緒です。 同じ右上、右上とか。まあ、左上、左上でもいいです。全然ね。ここの、左上と左上でも構いません。同じところの同位角が一緒になっていれば、こいつらは平行なんです。で、逆に言うと、平行だったら絶対同位角は一緒だよっていう。いいで、まあ、これ使えないかなって思うんだけど、まあ、使えないんですよ。で、一瞬ね、もしかしたら間違った方の中に、A と C、同じ左下同士じゃんって。これじゃんって思った方いるかもしれないんですけど、 A と C が同じと言ったところで、これは横の2本じゃなくて、縦の2本が平行って言えるだけなんです。ここが。なぜなら、この直線に乗ってる同じ角度の部分だから。こことここ一緒でもこっちの辺関係ないからね。M 関係ないから。いいかな気をつけてください。で、同位角はね、まだ分かりやすいんですよ。だって同じ位置の角度だから。右上、右上みたいな感じでいけるからね。 で、まあ、受験とかテストでも出てきやすいのはこっち。錯覚です。これ声裏返っちゃった。錯覚。で、自分がよく言葉で言うのが、錯覚の Z って言います。これ覚えちゃってください。ただ学校では使わないでください。俺が言ってるだけだから。何それってきょとんとされるからね。錯覚の Z。何かっていうと、本当は錯覚の Z、錯覚の逆 Z も覚えてほしい。何かっていうと、Z ってアルファベットあるじゃん。Z。あの、ラストのやつね。えー XYZ Z のこのこですこれで逆 z っていうのは逆ですこれこの尖った部分の角度が錯覚の関係になりますつまり今で言うとこことここですこっちで書くならこことここ錯覚の z つまり何かっていうとこれで行った時にここに Z ができますよね。それの尖っている、ここと、ここ。これが錯覚の関係です。つまり、L と M。こいつがもし平行と言われていたら、この角度は同じです。錯覚は同じになるから。で、今、今の問題みたいに、逆に言うと、この尖ってる部分が同じになれば、L と M は平行なんです。錯覚が等しいから。<laughs> ごめんなさいね。 じゃあ、それねえかなって探すとあるんですよ。ここに。ちょっと細長い Z だけどね。ね、L と M の平行を言いたい。じゃあ、L と M を使った Z を探しました。そしたら、都合よく C と E が降りました。だから、この2つの角度が同じ。錯覚の位置だからね。こいつらが一緒になれば、L と M は平行だと言える。つまり、えー、角をつけた方がいいね。これね、角ね。失礼。じゃあ、こっち消しちゃうね。 答えは角 c と角 E という風になります。角、えー、c と角 E と。い,いかが、錯角の z、逆 z、ぜひね覚えてください。で、2番、3番はね、ちょっとわざと並べました。2番は因数分解してください。3番は二次方程式解いてください。あのめちゃくちゃ基本的なことなんですけど。 あのうっかりミス出るんですよ受験の時にちょっとテンパると緊張しちゃうとねで改めて確認でやりたかったんで並べましたこれ因数分解します因数分解でこれはまあ、公式使ってすぐでもいいんだけど、えー、かけてマイナス10間違った逆だったごめんごめん足してマイナス10でかけて25のゴンピを探したいとそうするとマイナス5とマイナス5なんだよね だからちょ一旦ワードこう書きますけど、マイナス5とマイナス5を括弧の中 x の後ろにねくっつけてこうなりますと。ただねこれもちろん同じ括弧を使っているので因数分解だから x マイナス5の二乗ねこれが答えになります。因数分解しろっていうのはまあちょっとざっくりした表現で言うとこの括弧の状態を作れと言ってます。 まあ因数のをね因数で作れってことがほと正しいんだけどこうやってカッコの状態もちろんねカッコマイナス5カッコ X マイナス5カッコ X マイナス3とかそういう状態もあるけれども、まあ、今回はねこうなりますでよで3番は二次方程式解きなさいなのね何が違うって方程式って言ってるからもともと最初からイコールがありますいいで方程式を解くっていうのは x の値を導くことですいいかな方程式を解くっていうのは、x イコールホニゃララがゴールになります。これは因数分解しろと言ってるから、これがゴールです。因数分解したから。いいかなで、何やっていくかっていうと、これ、有名なホニゃララの2乗イコール数字のパターンです。ちょっと書いておこうかな。自分がよく言う、ホニゃララの2乗イコール、えー、数字ね、数。 でなったときはこっちの2乗を外す代わりに数のところにプラスマイナスルートをつけますとこれがやり方ですえーと,ちょっと囲っちゃいますねこうやってだからそれを使っていくとまあねこ,これセットになってるからセットの2乗なんで2乗を取りますとはい取りました代わりにこいつにプラスマイナスルートがつきます プラスマイナスルート18なんですがルート18って9かける2なんですね9が3の2乗なのでルート18は3ルート2直せますこうなるでこっからまずマイナス5を移動しましょう 2x イコール5プラスマイナス3ルート2ですルートがあるものとないものなので足し算引き算はできないんでこのままで大丈夫であとは2が邪魔なのでちょっとこっち行こうか 両辺、x、あ2で割ると x イコール2分の5プラス,マイナス3ルート2となってこれで終了となりますはい入ってなかったですすいません下げますねこれで終了でこれは、えー、とこのやり方は多分ベストです個人的には一番早いただもしこのね その2乗を外してプラマイルートをつけるっていうのが思いつかなかったら左辺こいつ展開します展開するちょっと軽くやりますね 4x2 乗とマイナス 20x プラス25とでその18を左辺に持ってくるとこうなりますでまとめると 4x2 乗マイナス 20x プラス7イコール0となりますでこれを解の公式を使うとこれにいけますいける だからもちろんそれでも構わないんですが、やっぱ時間かかるんだよね。そう。でしかも数の大きい解の公式なのでちょっとミスが出やすいから、ぜひ2乗イコール数字はこれで処理ができることを覚えておきましょう。あとはまあしつこいけどね、その因数分解しなさいっていうのと方程式を解きなさいっていうのはゴールが違うから気をつけてください。もしもしね、えー、これ イコールゼロって最初からついてて二次方程式解きなさいってもしなってたら解いてる過程でさイコールゼロがくっついてるからこうなるじゃないですかこいつイコールゼロってだから答えは x 5 5が答えです5よくみんながねまあ多分やってきたその因数分解をしたらさまあこうなりましたとでイコールゼロこうなったら答えはまあこの覚え方もね絶対使えるわけじゃないからあれだけど ここの数字の符号を変えて四とマイナス三ってなるよね。まあそれと同じパターンです。マイナス五っていうこいつの符号を変えるから五が出てくるっていう。いいかい？指示をされたものにちゃんと合うように答えを導いてください。もったいないからね。できたと思ったのに得点落とすとかさ、すごい辛いから。では四番いきましょう。絶対値ですね。五個並んでおります。こいつらの中で一番大きい絶対値探しましょうと。 これちょっと優しいのはね、並べなさいじゃないんだよね。小さい方から5個並べなさいだとちょっと難易度上がるんですけど、一番でっかいの探すだけなので、まあまあまあ、ひとまずは、えっと、こいつら全部絶対値書き出していきます。そして復習ですけど、絶対値っていうのは0からの距離です。0からいくつ離れて乗のってが、まあ、ルール、えっと、絶対値の意味なんだけど。ただ、まあ、こいつらの絶対値書くだけだったら、もう符号を外せばいい。3.2はそのまんま。マイナス二分の7はマイナス外せばいいです。 で、これもそのまんま。プラスだから。え、これもそのまんま。で、お前さんはマイナス外すっていう。これが絶対値です。だから、単純にこの数の中で一番でかいのを探そうぜって言ってんの。で、厄介なのはこいつよ。こいつ。あとは、だって2分の7ってさ、結局2分の7って小学校でやったけど、7割る2なんだよ。分数でこうだから。7割る2。まあ、筆算してもらったら3.5ってわかるから。3.5。 で、こっちも同じ。10÷3 すればいい。まあ割り切れないんだけど、3.3が続くわけよ、こうやって。あだから今んとこ候補はこいつだよね。一番でかいから。3.2よりも3よりも一番でかいと。じゃあ2、2ルート2はどうなんだっていう。で、ここで、ルート2が、その、人よ人よ二が知ってる方ルート2ってね、あの、書いて、あの、教師にも書いてあるけど、1 4 1 4点点って、まあ続いていくわけよ。入ってなかった。はは。 こっちですよ、ねえー、ルート2っていうのは1.4142も書くからじゃあこう続いていくのこれを知ってれば 2×1.4 だから2.8ぐらいかってんで超えられないの分かるからさだから答えとしてはあ答え書くと気をつけてねもともとのこの数字で書くからこっち2分の7だけ書いたら×くらいからね2 2分の7が答えになります答えとしてはね でも、あやべルート2なんだっけ覚えてねえよみたいな。なったときは、ちょっと今、まあ、このところで直接比べる方法もあるんだけど、こいつをね、まず全部ルートの中にぶっ込むの。外にある2ってあるじゃん。これ2 2、2って2、2ルート2ってもともと 2× ルート2なんですよ。で、2ってさ、ルート4なんですよね。この,の普通の数字をルートに戻すときは2乗すればいいです。2を2乗すると4だからル、えっと、ルート4になると。 つまりこれルート8なんですよ、こいつ。ルート8。で、今、2分の7が3.5だから、まあ、こいつが3超えてなければ、ま、あ絶対こっちの方が大きいじゃん。で、3ってさ、ルート9だよね。2乗すると。だから、ルート8って、ルート9超えてないから、絶対3よりちっちゃいわけ。こうなる。3よりちっちゃいって。わかるから、あー、3.5超えらんねえな。じゃあ、こっちの方がでかいか。でも、いいです。 やり方としししてはねよろしいでしょうかまあ直接比べても構わないんですがでこっから2問ですねちょっと面倒くさい問題が続きますただ個人的にはすごくいいなと思ったんでね今回使わせてもらってるんですけどで選択肢は編集でどっかに出しておきますねでまず5番え y が x に比例するものを何が難しいって全て選びなんだよね1個じゃないいっていう,そう で全て選びの時は基本的に複数回答ですまあこの先受験続いていった時にはなくなるんじゃないかなと思ってるんですよね「全て」って書いてあるけども答えが1個のパターンとかも出てくるんじゃないかなと個人的には思ってるんですが、まあ、まあまあ今回は2つ以上複数回答となっております。で、えー、っと比例比例の式と言われたら y=ax イコール A X です。 この形になっているものが比例になります。で、まずね、まず、あはちょっと最後に取っておきます。あは最後に取っておく。い、まあ、全部できれば式を作るのが一番早いんだけど、まあ、もちろんあの試験ね、本番の時はさ、時間かかっちゃうとあれだから、頭の中で考えてくれればいいんですが、えっ、ー、と、X 円の商品を1000円支払って買う時、お釣りが Y 円です。いきます。お釣りはだよね。Y から始めるから。お釣りは、えっ、ー、と、1000円。 払うと、あ、ごめん、X 円の商品を1000円で支払って買うから、1000円から、X 円の商品代払うから、まあ、こうなりますよね。で、書き直すと、マイナス X、順番変えるとね、はい、こうなります。Y イコール AX に似てるんですけど、プラス B がくっついてます。後ろにプラスホニャルラがある。それは、一次関数なんですよ。一次関数。 比例っていうのは原点を通ることがルールです。つまりグラフで書いたときに0、原点ね。そのよく O ってなってるやつ。あの、あそこ。あれを通んなきゃいけない。これ通らないんですよ。1時間数だから。だから、いは違うと。こうなる。どんどん行きましょう。うね。うは1200メートルの道のりを分速 X メートルの速さで進む時かかる時間は Y 分と。ミハージですね。で、Y が時間なので、道のり割る速さです。だから1200、1200割る X。 1200÷x ねはい無理やり分数にしますさっきと同じね割り算1200 x はこうね分数にするとだから x 分のとこの x 分のほにゃららっていうのは反比例ってやつですこれ反比例だか,だからもし反比例探せって言われたらうが正解になるんですが今回は比例探したいんで×とこっちいきますえで絵はこれがね厄介ね えー5%の食塩水が x グラムある時この食塩水に含まれる食塩の量は、y、グラムはい食塩の量はでまあこれは、まあ、この出され方が非常に多いので覚えちゃってくださいっていうのはそのまま5って数字を式で使えませんパーセントは必ず100分のをくっつけないと式で使えないんですこうなる100分の5これで5%で ほにゃららの5%って言いたい。今回は食塩水が X グラムあります。X グラムの5%が食塩水なあ、食塩になります。だから食塩は X グラム。X の5%なんで、もうかけ算して100分の 5X、こうなります。これが今の式になる。まあ、約分ちゃんとすると、えー、20分の 1X かな。こうなる。 A の部分。まあ、ちょっとね、見にくくなってはいるけども、20分の1が A になってるから y、Y イコール AX になってる。つまりこれ OK なんですよ。いいで、お。分これはわかりやすいね。えっ、ー、と、何も入ってない容器に水を毎分2リットルずつ、2リットル、2リットルって1分間ずつ入れていくと。その時 X 分間入れると、溜まる水の量は Y リットル。まあ、これはもう2ずつ入れてるから、 2ずつ x 分間入れてくんで、まあ y コール 2x ですね。だから、おも正解と。で、あです。あ。最後にね。えー、自然数 x の約数の個数は y 個である。約数っていうのは割り切れる数のことです。例えば、えっ、ー、と、6。こいつを割り切れる数は1割り切れる、2割り切れる、3割り切れる、6割り切れますよね。4とか割り切れないからさ。えー、だらこれが約数ってやつです。ただ、 えー、ルール、だから、えっと、比例っていうのは、まあ、グラフ書いてもわかるように、ほにゃららずつ増えていくっていうのが比例です。まあ減っていくのもそうなんですけど。でも、決まらないんですよね。規則性はないから。6の時は約数が4個です。じゃあ次が5個です。次が6個です。みたいにならないわけですよ。だから、規則性がないので、これ決まらないからできないのね。できない。だから、答えとしては、今回、えとおなんですよ。えっとお。 でもちろんこんな問題は高校受験出てほとんどね見ないと思うんですけどあの今回比例のものを見つけたじゃないですか。で関数のものを見つけなさいっていう問題がもし出てきた時いいこうやって言葉が書いてあって関数のものはどれですか全て選びなさいみたいななった時実はこれあ関数ですいいこれもすごい余談ですよ本当はスキップしてもらっても構わないんですけど入ります。何かっていうと 関数であるってどういうことか。口でごめんね。関数であるってどういうことかっていうと、x の値を一つ決めますよね。x がいくつですって決めたときに、y が一個に決まるときです。だから、x が5って決めたら y が10みたいな。決まる。x が5って決めたのに、y が10のときもあるし、2のときもあるし、3のときもあるみたいな。これは関数じゃないの。でも、一個に決まったら関数なんです。で、あはなんで関数かっていうと、さっき、 6の約数は4個って決まりましたよね。で6の関、約数が4個の時もあれば3個のある時ってないんですよ。1個に絶対決まるんですね。だから、関数って言えるんです。余談なんですけど。まあ、もしよかったら頭の片隅には置いておいてください。はい、ということで。6問なのに動画が長い。いきましょう。最後ですね。y コル 2x 二乗について述べた分で、これは、もうみんな解くときに、まあ、適当というか、 書いておくといいね。えっと、2x2 乗だから、下に凸つ。こう、上カーブですね。まあ、ここだけ適当じゃダメよ。これを下、えっと、<laughs> 上に凸つの下カーブで書いたらもう終わりなんだけど。まこれ書いておきましょう。で、確認していきます。まあ、どっか大やらしとくね、またね。えー、この関数のグラフは原点を通ります。通りますね、原点、ここ。絶対通る。だから、あは正解です。あは OK。で、今は、x が0より大きい。つまり、正の部分ね。正の部分っていうのはここよ。 こここれが x が正の部分この時に x が増加すると y は減少する x が増加するってどう調べるかっていうとグラフもそうすればいい x が増えていくってなってる時、y、も増えていくよね上につまり y も増加していくから今違うと違う次「う」「う」はこの関数のグラフは x 軸について対象 X 値はここですね。これについて対象ではない。Y にだね。これについては対象だけど。はい、違うと。え、X の変域がマイナス1から2の時に Y の変域は0から8であると。えっ、ー、と、変域の問題ね、普通は変域だけで出てくるんですけど、まあね、なかなかこう複合的な問題といいますか、ここで出してくる。で、変域の調べ方っていうのは、グラフを簡単に書きますと。で、X がマイナス1から2なので、 ま、大体でいいよ。マイナス1から2は離れてるから、こっちね。2って書きます。打ち上げ花火上げてください、そこから。打ち上げでぶつける。ぶつける。そのぶつかった間の部分を鉛筆で濃く塗ります。それは何かっていうと、今この場所しか考えちゃダメですと。と消しちゃいますね、相手。グラフはそこしかねえぞと。変域の時はね。で、その時に、一番高いところと一番低いところ、どこですかって聞かれてる。Y の変域って。 で、一番高いところはこっちじゃなくてこっちだよね。こっち。ってことは、x が2の時の y の値です。今、式は y イコール 2x2 乗。つまり、x が2だから代入すると、2×4 なんて8です。これが一番高いところです。じゃあ、一番低いところはこっちかっていうと、こっちじゃなくて、原点。0ですよね。だから、y の変域をちゃんと書こうと思ったら、一番低いところから、一番高いところ。 つまり0から8ですって書いてくれてんだよねだから絵は正解とラストを。X の値がどの値からどの値まで増加するかにもかかわらず変化の割合は常にとまあ変化の割合がさここの数字みたいになったなーって気がするからお正解って言いたくなるんだけどこれ正解じゃないっていうねつまり答えは赤赤赤じゃねえわ。あと A となります、えー、これがなんで正解じゃないかっていうと変化の割合は二次関数 x 二乗ね。二次関数は固定されません。ここの数字って言われたのは、こっちです。比例とか、まあ x、x プラス b が出てくる一次関数もそうなんですけど、ここは変化の割合って言われます。だから、これがもし y イコール 2x だったら、もう変化の割合は2って固定されるんで、おは正解になるんですよ。でも今回は二次関数ね。二乗の関数なので、該当されないという風になりますので、こんな感じで以上となります。 まあ、なかなかね、ごめんなさい、声がえ、癖のある問題、結構多かったと思うので、えっと、ぜひね、後で、まあ、なんだろう、数日ごとかで構わないんですが、自分でね、復習してもらって、自力で解けるように確認しておいてもらえたらと思います。では、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ第65弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。